こんにちは、土の子です。さあポケトルのメインの方続きやっていきましょう。まずはズバット。さあズバットはね3匹ステージで、ズバットがね大量に配置されているのでメガスピアでまずは綺麗にしてからシルバディでやっつけると。スキルレベルが高く攻撃力の高いランドロスを使って、あレベルマックスになってんな。これちょっとメガスキルアップ、あメガマックスレベルアップを投入しておきましょう。よし行きます。ノーアイテム、よし行きましょう。そうだな、まあ、まずはシルバーディをやりつつ綺麗にしていき、シルバーディをやりつつズバットを綺麗にしていく。あとはコンボさせれば OK なんだけど、どうでしょうか。シルバーディをやって OK、 残り手数は5、いけますね。次ガマガル。さあガマガルも、バリアがね大量に配置されてるので、バリア騎士の雷光とスピアでバリアをなんとかしていく。スキルレベルをマックスにしてあるのでシェイミで眠らせていく。シルバディ、まあ、スキルレベル高いポケモンたちを使っていくって感じですね。手数プラス5、いきましょう。上段バリアですな。ここはバリア消しをしつつ、あそうかスピアがこれじゃあメガ進化しないんだ。よし、シルバーディタイプレスコンボ、こうか、はい。バリアはなんとか対処できてるけども、ちょっと攻撃が弱い。眠らせていってもよかったね今の。あしまった、シルバディが右揃ってた。またまたそんなにいい場所がないのでシルバディを狙いましたがダメ。ここは眠らせていきたい。眠らせる、よし。眠らせたらシルバディでやっつけたいけども、ほいほいちょっと待って、タイプレスコンボ、もう一度タイプレスコンボで一気に決めたかったけど、ほい、はい倒せました。残り手数は7、ギリギリだったかも。まあ今みたいに手間取ってギリギリで倒せるっていう感じなんでそんなに難しくはないと思います。 S ランクゲット。次ガチゴラスだね。これガチゴラス。さあガチゴラスはブロックが非常に多いのでハガネールとジラーチのコンビ使っていきましょう。そして攻撃力の一番高いカイリキーとシルバディのタイプレスコンボで、コンボさせていく。これでいってみましょう。手数プラス5。さてと、まずはメガスタートが、メガスターじゃない、メガパワーが発動できますね。早めに今でメガ進化しておきたかった。それは叶わぬ願いだった。タイプレスコンボ。今のタイプレスコンボはほぼ意味なし。これはもう素直に綺麗にしたいときましょう。タイプレスが発動できる、いいぞ、でけえ、すえ、このタイプレスコンボとの相性良すぎる。さあここはちょっともうなるべく綺麗にする形を取っていきたいね。どこの上にねハガネルが多いか考えるっていうのも手なんだよな実はね。よし、さあカモン、よしタイプレスコンボが発動してでけえ5000以上与えたぜ。いきましたね、残り手数は9。はい S ランクゲット。次キモリ。さあキモリはねキモリ大量に出てくるみたいですが、キモリは、スピアであとは火力系、そしてタイプレスコンボ、これでいいでしょう。
手数プラス5使っていきます。さてさて、うん、これは入れ替えるだけで OK。 メガ進化も完了。さてタイプレスコンボで、わあわわわ、ここは4つの力でしっかりと。仕方ないから両端を残すか。絶対2個は残っちゃうね。ほい、あれこれ大丈夫かな。バラッバラに出てきちゃった。ほい、よし、まあなんとか大丈夫でしょう。残り手数は7。弾き出すがあってもいいかもね。最後の方結構バラバラに出てくるんで。 S ランク取れました。次、あらイワークさん久しぶりです。さあイワークですけど、まあスピアで岩たちを消して、攻撃力の高い、そしてスキルレベルの高いみんな、そして壊せないブロックがあるので、ブロック崩しのスイクを入れて、ブロック弾きがいる人はね、ブロック弾きを入れた方がいいと思います。さあやってみよう。手数プラス5使っていきます。まずはこんな感じで綺麗にしつつ、あとコンボを狙っていきたいけど、こうして、あー、あらら、こうしてスピアでまあ綺麗にしていく。わーわー、ブロックは弾けず、弾けずじゃないや、消せず。おし、絆の力発動。適当すぎるな毎回。えいダメだったダメだった、うん、スイ君がほとんどいらない感じだったので、そこをコンボスキルに変えていこうか。タイプレスコンボで、手数プラス5いってみましょう。まずここは、あー残念、アップダウンは成功せず。これは狙うべきでしょう。絆の力お借りできました。ここはタイプレスコンボが発動して、ブロックも壊す。絆の力はお借りできず、4マッチはさすがに難しいね。5マッチの時は気合が入るぜ。あら、あらら、あらららららあらららら、ら、こう綺麗にして、どうしようかな。ここはタイプレスコンボで、ほい、どうだ、うん、こちらもタイプレスコンボ。あら、分断されちった分断か。タイプレスコンボ、これもタイプレスコンボして、ちょっと岩をしっかりきれいに。よし、この分断系好きですね。タイプレスコンボ、アップダウン、よし、残り手数だけいけましたね。やっぱタイプレスコンボとかが発動すれば、怪力だけでね、1000以上ダメージを与えていたのを見えたので、なかなか強いと思います。 S ランクゲット。次ジュプタル。さあこれは3匹ステージでね、メガスピア、オンバーン弾き出して、シルバディ、まあこれでしょうね。手数プラス5でいっちゃいましょう。
さてと、まずはバリアがたくさん配置されてると。弾く前にスピアをなんとかしておきたいね。これはスピアをメガ進化させるべきか。一手使ってメガ進化させて、弾き出しながらやりたかったけど、ちょっと無理だな。これはこうして綺麗にしよう、上を。わお。弾いて、キーよし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 、弾かせていただいて、はい、はい、勝ちました。残り手数は9。5なのでノーアイテムでいけましたね。ノーアイテムで挑戦してもいいかもしれません。はい、 S ランクゲット。さあ次、ガマゲロゲ、これ結構ね難しい、体力が高いみたいなんでちょっと難しそうですね。ちょっとノーアイテムでいってみましょうか。スピア使って、ブロックが大量に配置されてるみたいなんで、ゼクロム、ブロック寿司のメガニウム、ただブロック弾きはちょっと使えないだろうね。でシルバーディ、これちょっとノーアイテムで様子見ていきます。さてと、まずはたくさんブロックがあると、まあ、ブロックを崩しつつメガ進化、あーすごいね。確かにブロック弾き、弾いてもね、あのスキルレベルが低かったら全然だもんね。これはきつい。ブロックかきついね。ひー、うわ、よし、これでいくか。バンギラスにシルバディ、そして攻撃力のピカチュウに、どうしようもない時のブロック寿司プラスゼクロム、これでいきましょう。いけるかな。お邪魔ガードメガスターと手数プラス5使って挑戦だ。一発でクリアしておきたいところです。バンギラスは揃わない形からスタート。残念。ここはこうしてバンギラスをまず横の形を作る。で、まあ、こうですかね。上をまず消して、で、ブロックは残念。で、待て、どこがいい？こうして、こう、こう、こう。よしよしよし。さてと。ピカチュウはあまり5マッチ以外は全く気にせずに、そうだな、ブロックをまず消した方がいいか。ブロック崩しプラスを持ってるんですが、4マッチはここにあるか。ブロックを全部崩そう。一旦崩す。でタイプレスコンボは失敗。はいはいはい、うん、こうでいいかな。タイプレスコンボでさらにタイプレスコンボで、ああもう頼む。はいはいはい、もう一度揃わせて、はいはいはい、タイプレスコンボプンプンもうプン成功して、ここはまあこうしてピカチュウとか揃えて、いいぞいいぞいいぞ。
頑張れ、いいぞいいぞいいぞ、頑張ってる。さあ次はもうシルバディ行きたいんだけど、今度ねシルバディからのコンボがちょっと見込めないのがね困っちゃうところ。そうだな、これはちょっとコンボを重視してピカチュウを揃えるか。うん、まあオッケーオッケー、よしこういくか。タイプレスコンボ発動せず、くしょーコンボは見えてたのに。今タイプレスコンボよ発動してくれ頼む。さあお邪魔は終わった、残り3手。よし、まあ、こうですかね。タイプレスコンボからの残り手数は12。はい、 S ランク取ることできました、よかった。お次はポワルン。さあポワルンやってみましょう。これは弾き出して怪力、そしてエルレイド、まあ、格闘固めなんでルカリオでいいかもしれませんが、まあ、3マッチのね3マッチで発動するのを取ってシルバディ、これで手数プラス5でいってみましょう。パズルステージですね。まずはこう縦に消し、こう消して、こうして消して、こうしてこう、よしできた。弾いたりなんだりして倒していきたいですね。うん、ここはまあこうでいいか。そしてエルレイドをメガ進化させ、ザザザザザン、弾き出す。今弾けないね。うわアップダウンは失敗。ザザザザザン。来たな。タイプレスコンボのエルレイドは無理、弾き出すも大してない、なのでこう綺麗にしちゃいましょう。まあこれでよし、どうだ、残り手数は7。ノーアイテムでも倒せる難易度ですね。ポケモンゲッツタイム、7からの 13%。 これはコインあるときにゲットしておきましょう。ピシッ、残念。次ゴルバット。さあゴルバットはね、フーディーンを使って岩がたくさんあるのでね、フーディーン、グラードン、シルバディーンにランドロス、これでいきたいと思います。手数プラス5。さてさて、まあ、まずはちょいちょいっとちょちょちょいっとやって、シルバディを使いつつ、ほいほい、よし、あとはお邪魔をが来てもまあ怖くないという形になってきましたね。これもダダダダダダダーン、強い強い、シルバディフーディーンが強い。残り手数は8。はい、 S ランク取れました。うわエンペルトだ、かっけー。さてエンペルトはね、お邪魔大変なことになってるみたいなんで、まあ、バンギラスに、バンギラス、シェイミ、シルバディ、ピカチュウで、これでアイテム使った方が大丈夫、いいでしょう。アイテム使ってしっかりゲットする。ゲットもね、視野に入れてから行かないといけないので、アイテムは過剰なぐらいがちょうどいいと思います。じゃあちょっとノーアイテムでどんなお邪魔してくるか見ていきましょうか。エンペルトがいっぱい配置されてるといった感じですかね。さらに、そこをバリアにしてくる。右肩上がり。右肩上がりすんの？右肩上がりってすげえスキル名だな。お邪魔を見ていきましょうか、どんどん。こう、あららららら、これは、林亀か？何かあれですかね。効果あるのかな？弾き出す。さあ、次のお邪魔は？わー、ジグザグ。エンペルトと林亀がこう交互に
出てくる感じですかね。わあ、なかなかのお邪魔だな。確かに。そしてエンペルトに変えてくると、右肩上がり、どういう効果なんだろう。うんうんうん、頑張りましょう。メガスタート、お邪魔ガード、手数プラス5でしょうね。いくぜ、ほい、挑戦だ。さてと、まあ、まずはここでタイプレスは発動しませんでしたが、綺麗にエンペルトをなんとかしていくと。タイプレスコンボ発動してたら美味しかったな今の。これ、これもタイプレスコンボからの、はいはいはい、うん、こうでいいかな。タイプレスコンボ失敗、くーせっかくコンボのところを見つけたのに。これはそうですね、これはこうしてタイプレスコンボで、こうこうこうで、もう一回揃わせてからのコンボをさせていく。頑張れ、どうだ、いいぞ、よし、まあまあまあ、オッケーオッケーオッケー。ここもタイプレスコンボを発動させて、ちょっぴりでもコンボさせていく。まあいっか、これでふふふ、良くなかったやっぱり。いや、ピカチュウか、どっちだ、プンピカか、シルバディでしょう。オッケー、あ、やべ、ちょっと今失敗しましたねもう一回揃わせて、こうこうこう、よし、よし、残り手数13、8残ってる状態ですかね。余裕は、捕獲率に影響する手数は、よし、64まで上がった。オッケー、これはでかい。プシッ、よし、ありがたい、ありがとうございます。この650から60までは相当コイン節約して進めましたね。攻撃力70の右肩上がり、連続で発動するとダメージがもっとアップ。電撃みたいなもの、ちょっとあんまり強そうじゃないけど、この651からね660はほぼもうミスなく S ランク取ることできました。これはかなりコイン節約できてよかったんじゃないかな。さあ、じゃあ次回は661から669か、もしくはね670やっていきたいかなと思います。よかったらまた次も見てください。それじゃあ土の子でした。